兄弟たちはまだ見つからないか。はっ、申し訳ございません。先ほどカムイ様が白夜兵に連れ去られたとの情報が入りましたが、真偽も分からず。何、カムイが？捜索の兵を増やせ。はっ、残りは正面から白夜軍に当たる。準備を急げ。マークス兄さんがいるっていうのはあの辺りか。ええ、あなたたちの軍、アンヤ軍が兵をまとめて敵と交戦しているようです。あ、あれ、マークスお兄ちゃんじゃない？ほら、あそこでみんなに指示を出してる。間違いない、白夜軍と交戦する気なんだ。すぐに合流しなくちゃ。わかりました。マークスさんを目指し、私たちも進軍しましょう。よろしいですか？よし、行きましょう。命知らずめ。その程度でこのマークスを撃てると思ったか。行くぞ、白夜軍を殲滅する。ミッション開始です。大勢でかかればこの私を討ち取れると思ったか。そうはいかん。マークス兄さんを失ったらアイアグは総崩れだよ。それだけは避けないと。いいですか？自分で毒を吸わないよう霧の外にいるはずだ。ミッション開始です。やりましたね。制圧しました。侮らない。覚悟はいい？
たね。そんな、さすがに多勢に無勢か。だがまだ終わらんぞ。急いでください。傷で倒れるわけにはいかん。ミッション成功です。
砲台で遠くから狙い撃つなんて老いたが過ぎるわね。覚悟はいい？やってやる。やって。ミッション開始です。は後だ。今は力を合わせてこの苦境を跳ね返すぞ。やりましたね。カミラ、レオン、エリーゼが援軍に来たぞ。今こそ白夜軍を打ち破り勝利をつかむ。ミッション開始です。急にアイア軍の士気が。部隊を投入して押し返すのよ。敵の増援です。敵の増援か。早めに倒さないと砦を奪われてしまうよ。ああ、急ぎ撃破しよう。お前たちがいれば達するのはたやすい。よし、行きましょう。手に入れましたね。ミッション成功です。これでアンヤ軍は安全よ。白夜軍は砲撃に怯えながら戦うことになるけれど。やりましたね。制圧しました。にかかればこのくらいは当然の結果だよ。次に行こう。よし、行きましょう。行くしかない。残念、買えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。
いました。やられたね。すぐに取り返そう。あいつらを調子に乗せるのよ。急いでください。
ら兄弟たちに力を貸してくれたようだ。何者だ？あ、そうだね、紹介するよ。お話ししたいこともいっぱいあるの。ごめんなさいね。痛かったかしら。お前たちのおかげで兄弟たちと無事に合流できた。助かったぞ。あとはカムイだけなのだが。そのカムイさんって人、白夜軍にさらわれたって言ってましたよね。ああ、陛からの報告があったのだ。何としても救い出さねばならん。実は二手に分かれた我々の仲間がこの近くにいるんです。そろそろ合流したいと思っていたので、彼らにも聞いてみましょう。なるほど。では一つ頼まれてくれないか。カミラ、レオン、エリーゼよ、共に連れて行ってほしい。私たちにはこの地の情報が不足している。だがお前たちと共にいれば多くを知ることができるだろう。なんで？マークスお兄ちゃんは？私はアンヤ軍を指揮する必要があるからな。このままカムイの行方を探ろう。じゃあ私たちも探すね。早く兄弟みんな揃いたいもん。ということでよろしく頼むよ。はーい、またエリーゼと一緒なんだね。うん、よろしくね。カムイをさらった白夜の連中を見かけたらきついお仕置きをしてあげなくちゃ。きついお仕置きだと？まさか真なる闇の力を解放するのか。あいつらと合流したらまた一段と賑やかになりそうだな。ええ、何かわかるといいんだけど。私が一番ね。選んでちょうだい。選んでちょうだい。これでいいかしら？成功したわ。これでいいかしら？成功したわ。これでいいかしら？成功したわ。選んでちょうだい。選んでちょうだい。これでいいかしら？成功したわ。選んでちょうだい。選んでちょうだい。これでいいかしら？成功したわ。選んでちょうだい。これでいいかしら？成功したわ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 。選んでちょうだい。これでいいかしら？成功したわ。これでいいかしら？成功したわ。これでいいかしら？成功したわ。
これでいいかしら。成功したわ。選んでちょうだい。これでいいかしら。成功したわ。何かしら。選んでちょうだい。またいろいろ仕入れておくわ。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？ちょっと待ってくれ。どうしてここにアンヤの奴らがいるんだ。まあ、ずいぶんな言い方ね。この場にふさわしくないのはあなた方でなくて。二人とも落ち着いてください。今は争っている場合じゃないと思います。そうだよ、ここは白夜でもアンヤでもないんだから喧嘩はダメ。だからといって協力できるものか。こいつらがカムイをさらったんだぞ。そうだ、アンヤの砦に閉じ込められているのは分かってる。まずは解放しろよ。何を言っているの。カムイを捕まえて砦に閉じ込めたのは白夜軍でしょ。相手に悪事をなすりつけるなんて、白夜の連中はやることが汚いね。なんだって。何かおかしいような。皆さんはカムイさんの姿を見たんですか？いえ、見ていません。もちろん砦の中にもいませんでした。ああ、俺も見てない。私たちだって見てない。アンヤの砦にもいなかったよ。やはりカムイさんは白夜の砦にもアンヤの砦にもいなかった。俺は白夜のみんなもアンヤのみんなもどっちも嘘なんてついてないと思うぜ。そうだとしたら、アンヤでも白夜でもない何者かにカムイさんは捕まっているのでは。とすると、その何者かの目的は白夜軍とアンヤ軍を争わせることか。まずい、戦いが始まる前に止めなくては。よろしいですか。よし、行きましょう。アンヤの王子よ、兄弟よ、カムイを返してもらうぞ。何を言っている。
カムイを捕らえているのは貴様らではないか。戯言を。なんだと。それが答えか。今の矢は。今日が白夜最後の日と思え。やむを得ん。アンヤとの因縁、ここで断ち切る。龍馬とマークス、どっちがやられてもダメだ。両方の本拠地に急ごう。この状況で突っ込んでいくのは危険です。まずは砦を制圧して戦力を削らなきゃ。うまく両方の砦を抑えれば両軍の衝突で生まれる犠牲も減らせるはずだ。行くぞ。ミッション開始です。縦に分かれ、両方の軍の均衡を取りながら砦を制圧していこう。一方だけじゃダメだ。制圧しました。何？後輩で砦が落ちた。戦線が混乱すれば苦境に立たされる。アンヤ軍が動揺しているのか。この隙をついて優位に立て。一方の勢力の砦ばっかり落としていたら均衡が崩れて一気にやられちゃうわ。よし、行きましょう。通れるようになりましたね。制圧しました。ミッション成功です。よかった、これで両軍の戦力を減らせたわ。このまま勢いを削いでいきましょう。早く本拠地を制圧して龍馬とマークスに話を聞いてもらわないとな。急いでください。よし、行きましょう。これでどうだ。何、背後にもアイヤ軍が。行くぞ、砦を奪還するのだ。敵の増援です。ミッション開始です。砦が落ちた。白夜軍だな。砦を取り戻さねば。進め。覚悟はいいよな。敵の増援です。ミッション開始です。制圧しました。制圧しました。
く何とかしなきゃ。急いでください。苦戦です。助けましょう。わあ、私には荷が重いよ。そんな隠しなどない。そんな、急いで何とかしましょう。急いでください。通れるようになりましたね。
マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな。マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。開門しました。制圧しました。開門しました。増援を呼ばれてしまう。急いで伝令を通さないと。急いでください。さっさと本拠地を落とさないと龍馬がマークスがやられちまうかも。急ごう。急いでください。やりましたね。あなた最高ね。そんな力を持っていたなんて。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。そんなミッション失敗です。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。戦況が厳しくなるだろうね。敵の増援です。ミッション成功です。準備はいいぜ。残すは本拠地のみだ。みんな頑張れ。しまいました。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。龍馬、そんな間に合わなかったなんて。カムイを救うまでは。まずいな。早く対処しないと。急いでください。後方の敵はアンヤ軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。これでどうだ。開門しました。買いに行きましょう。さーて始めちゃうわよ。敵の増援です。こいつら手ごわいぞ。マーク様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな。マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。どうだ。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。急いで伝令を通さないと。急いでください。制圧しました。開門しました。よし、
そんな。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。状況が厳しくなるだろうね。敵の増援、さっさと本拠地を落とさないと龍馬かマークスがやられちまうかも。急ごう。急いでください。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。ミッション成功です。逃がす。残すは本拠地のみだ。みんな頑張れ。残念、買えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。制圧しました。負傷してしまいました。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。龍馬、そんな間に合わなかったなんて。そんなこのままでは。だが諦めんぞ、カムイを救うまでは。まずいな、早く対処しないと。後方の敵は暗夜軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。開門しました。買いに行きましょう。さーて始めちゃうわよ。敵の増援です。こいつら手強いぞ。マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな、マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。開門しました。制圧しました。開門しました。やりましたね。力を持っていたなんて。まいったか。さっさと本拠地を落とさないと龍馬かマークスがやられちまうかも。急ごう。急いでください。警戒されずに近づけるよ。やりましたね。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。逃がさないで。ミッション成功です。残すは本拠地のみだ。みんな頑張れ。残念、か
買えませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。制圧しました。なめるな。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが、無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。リョーマ、そんな間に合わなかったなんて。諦めんぞ、カムイを救うまでは。まずいな、早く対処しないと。急いでください。後方の敵はアンヤ軍ではないのか。誰であろうと止めねばならない。敵の増援です。買いに行きましょう。さーて、始めちゃうわよ。敵の増援です。こいつら手ごわいぞ。マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。本気で行くぜ。まずいな、マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。開門しました。制圧しました。よし、決めて。見てろよ。報告します。増援を呼ばれてしまう。急いで伝令を通さないと。急いでください。開門しました。失敗です。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。戦況が厳しくなるだろうね。敵の増援です。さっさと本拠地を落とさないと。龍馬かマークスがやられちまうかも。急ごう。急いでください。覚悟はいいよな。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。ミッション成功です。残すは本拠地のみだ。みんな頑張れ。ませんでした。ここまでか。成果はいまいちだったわね。開門しました。制圧しました。負傷してしまいました。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが、無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。龍馬、そん
な、間に合わなかったなんて。カムイを救うまでは。まずいな、早く対処しないと。急いでください。後方の敵は暗夜軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。解放しました。こいつら手強いぞ。マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな、マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。開門しました。制圧しました。開門しました。報告します。増援を呼ばれてしまう。急いで伝令を通さないと。覚悟はいいよな。急いでください。開門しました。参ったか。そんなミッション失敗です。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。戦況が厳しくなるだろうね。敵の増援です。さっさと本拠地を落とさないと龍馬かマークスがやられちゃうかも。急ごう。急いでください。参ったか。よっしゃ、決めるぜ。見てろよ。本拠地が落ちた以上戦えんか。なんという強さだ。急いでください。俺が相手だが、白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。負傷してしまいました。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが、無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。龍馬、そんな、間に合わなかったなんて。カムイを救うまでは。まずいな、早く対処しないと。急いでください。後方の敵は暗夜軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。解放しました。買いに行きましょう。分かってくる。さあ、you
増援です。こいつら手ごわいぞ。マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな。マークス2歳はきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。覚悟はいいよな。本気で行け。ミッション開始です。急いで伝令を通さないと。急いでください。制圧しました。よっしゃ決めるぞ。俺がやる。制圧しました。本拠地が落ちた以上戦えんか。なんという強さだ。急いでください。そんなミッション失敗です。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。戦況が厳しくなるだろうね。敵の増援です。開門しました。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。俺に任せろ。敵の増援です。せめてカムイだけでも助けてやりたかったが無念。白夜の王子よ、この後に及んでまだそのようなことを言うか。龍馬、そんな間に合わなかったなんて。よろしいですか。ちょっと待ってくれ。どうしてここにアンヤの奴らがいるんだ。まあ、ずいぶんな言い方ね。この場にふさわしくないのはあなた方でなくて。よろしいです。よし、行きましょう。しますか。龍馬とマークス、どっちがやられてもダメだ。両方の本拠地に急ごう。この状況で突っ込んでいくのは危険よ。まずは砦を制圧して戦力を削らなきゃ。うまく両方の砦を抑えれば両軍の衝突で生まれる犠牲も減らせるはずだ。行くぞ。ミッション開始です。二手に分かれ、両方の軍の均衡を取りながら砦を制圧していこう。一方だけじゃダメだ。通れるようになりましたね。何？後輩で砦が落ちた。戦線が混乱すれば苦境に立たされる。俺に任せろ。アンヤ軍が動揺しているのか。この隙をついて優位に立て。一方の勢力の砦ばっかり落としていたら均衡が崩れて一気にやられちゃうわ。よし、
行きましょう。制圧しました。ミッション成功です。よかった、これで両軍の戦力を減らせたわ。このまま勢いを削いでいきましょう。何、背後にもアイヤ軍が。砦を奪還するのだ。敵の増援です。ミッション開始です。砦が落ちた。白夜軍だな。砦を取り戻さねば。進め。敵の増援です。ミッション開始です。通れるようになりましたね。早く本拠地を制圧して龍馬とマークスに話を聞いてもらわないとな。急いでください。やってこいよ。制圧しました。制圧しました。制圧しました。白夜軍の副兵か。どうも様子がおかしい。警戒しよう。ミッション開始です。よっしゃ決めるぜ。見てろよ。釣られてるみたいだったけど。やりましたね。そんな別姓か。しかし撤退の選択肢などない。悪いかな。どうしてあげましょうか。急いでください。そんな押されているか。しかし引くわけにはいかん。まずい、早く何とかしなきゃ。急いでください。
地を制圧して二人を説得しなきゃ。ミッション開始です。白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。開門しました。制圧しました。開門しました。敵の増援です。こいつら手強いぞ。マークス様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。まずいな。マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。伝令を止めなきゃ。覚悟はいいよな。ミッション開始です。本拠地の前に残りの砦を落とせば勢いに乗じて攻めきれるんじゃないかしら。ミッション開始です。やりましたね。そんな、どれほど不況に陥ろうとこのマークス諦めはせんぞ。早く何とかしないと。急いでください。報告します。本気で行くぜ。増援を呼ばれてしまう。急いで伝令を通さないと。急いでください。そんな、ミッション失敗です。マークス兄さんは増援を呼ぶに違いない。戦況が厳しくなるだろうね。敵の増援です。よっしゃ決めるぜ。気合い入った。制圧しました。バカな、我ら暗夜軍がこれ以上の戦は不可能だ。急いでください。開門しました。これでどうだ。開門しました。状態をセーブしますか。後方の敵は暗夜軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。開門しました。ミッション成功です。私にお任せを。私の出番。よっしゃ任せろ。残す。ん？制圧しました。Yeah!
境地が落ちた以上戦えんか。なんという強さだ。やりました。これで戦いを止められ。あれ、龍馬兄様がいません。どこに。見ていきなよ。選びなよ。選びなよ。これでいい？成功したね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 。選びなよ。これでいい？成功したね。じゃあね。来てくれたのね。武器を選んでちょうだい。
いいかしら。ありがとう。いいかしら。ありがとう。いいかしら。ありがとう。もう行ってしまうの？ん？見失った地点を元に考えると、残るはこの辺りしかないと思うけど。あれ？あそこにいるの、マークスさんじゃない？すぐそばに龍馬もいるぞ。おーい、龍馬！待って、様子がおかしいわ。どうして何も言ってくれないの？マークスお兄ちゃん、エリーゼだよ！危ない！なんで攻撃してくるの？わからない。けど、止めるしかない！よろしいですか？よし、行きましょう。あの二人を相手にするのは危険です。ゆとりでを制圧し退路を確保すべきでしょう。ミッション開始です。あの二人を相手に正面からぶつかるのは得策じゃないね。いいですか？ミッション成功です。制圧しました。回路が開けましたね。さあ次の砦に急ぎましょう。ミッション開始です。私には荷が重いよ。俺に任せろ。苦戦です。助けましょう。このままじゃ負けちゃうよ。兄さんたちだけじゃなく、カムイ姉さんまで。おや、この程度の術は破れぬとは、口ほどにもありませんね。敵の増援です。マクベス、さてはお前の仕業だな。
アンヤ王国の恥さらしめ、生かしてはおけない。ミッション開始です。勝利条件変更です。逃がすか。開門しました。苦戦です。助けましょう。苦戦です。助けましょう。愚かですね。私が何の考えもなく姿を晒すとお思いでしたか。敵の増援です。遠距離攻撃を受けています。雷か。僕たちの動きを把握できる場所に雷を降らせる魔導士がいるみたいだね。ミッション開始です。失くしてしまいました。よっさ決めるぜ。俺がやる。ミッション成功です。制圧しました。負傷してしまいました。私はこちらですよ。急いでください。苦戦です。助けましょう。負けちゃいそうだよ。誰か助けてよ。ミッション成功です。遠距離攻撃がやみましたね。やりましたね。負傷してしまいました。制圧しました。覚悟はいいよな。ここで死なせて差し上げましょう。アイヤ王国一の軍師マクベスの力、とくと味わうがいい。
ここは一度聞かせていただきますよ。やりましたね。もらったのや。待て、マクベス、逃げるのか。逃げる。これは戦略的撤退というのです。慌てずともすぐにお相手いたしますよ。危機です、守りましょう。増援です。解放しました。通れません。闇の壁を作り出したか。魔導士を探して倒せば消えるはずだよ。ミッション開始です。行かないで。してしまいました。これでどうだ。あれ、あなたたちは。それに白夜とアイヤの皆さんも。敗北条件変更です。準備はいいぜ。術が解けるのも想定内です。さあ兵たちよ、彼らを始末なさい。敵の増援です。ミッション開始です。買いに行きましょう。さーて始めちゃうわよ。やりましたね。随分と腕を上げた。少し前とは別人のようだぞ。私直々に出るとしましょうか。
いい加減に観念しろよ。ここをあんたの墓場にしてやる。カムイを苦しめた子がどれほど悲惨な末路をたどるか教えてあげるわね。制圧しました。どうだ、やりましたね。俺に任せろ。私の出番ね。よっしゃ待てろ。私の出番、よっしゃ待てろ。こいつで行くぜ。これは私の意志では、私も命令されただけなのです。俺たちを操り、兄弟たちや仲間を害しようとは、下道め、許さんぞ。覚悟はいいよな。貴様の虚言など聞く価値がない。誇り高きアンヤの王子として貴様を討つ。ミッション成功です。それは無理なお話ですよ。あなた方は私に追いつけませんからね。光と闇、相入れぬ我らとて一時矛を収めることはできよう。ああ、兄弟を守り国へ帰るためにな。リョーマ兄さん、マークス兄さん、二人ともありがとうございます。一緒に力を合わせましょう。ああ、これでいいか。成功したぞ。選んでくれ。これでいいか。もっとみんなを守る。成功したぞ。選んでくれ。
これでいいか。成功したぞ。選んでくれ。選んでくれ。これでいいか。これでいいか。成功したぞ。選んでくれ。これでいいか。成功したぞ。選んでくれ。ん？選んでくれ。またいつでも来い。